体夢だったのか、それとも前にあったことだったのか、それはどうもはっきり思い出せないんですけれどもね。なんか最近記憶がとっても悪くなっちゃって、しかしイメージだけはこのはっきりと思い浮かべることができるわけです。もっともそれが実際にそれを見たものかどうかは、はっきりわからないんですけれども、
像っていうのも一種の記憶だと思うんです。その映像をもう一度撮影した映像っていうのは記憶の記憶っていうことも気になるわけで、そこでは時間の痕跡が空間の関係として現れるわけだけれども、記憶と記憶がこのお互いに響き合って、そこには新しい文脈が生まれてくるわけですね。空間の関係とした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 空間の関係と